コースはどういうところっていうのを意識するかやはりまあ相手の背後ボールが出す選手に入った時に一番はやはりこの相手の背後をどうやって取るかしかしこう相手がこの中のコースを消してしまうと逆にこの外のコースっていうのをうまく使いながらチャンスメイクすると。まあ できればこのペナルティエリアの中にいかに入っていくかっていうコースを探しながらディフェンスポジションを見ながらそのコースをうまく使っていくってうこういうことが大事だと思います一番はディフェンスの背後ここを意識してやってみましょうそれではやってみます まあ今のように外にボールもらうときに逃げていくとなかなかやっぱゴールから遠くなっていくできればやはりこう得点を取るためにゴールに向かって相手の背後を取るという動きを積極,に積極的にやっていくというのは大事じゃないですかもう一回やってみましょう OK! オッケー。<laughs> 中がだめだったら外外がだめだったらいろいろな,うなこう選択肢で相手の背後を取るところを意識してやりましょうもう一回行きましょういいよ OK まあ相手のディフェンスが中を閉めているときはやっぱ外。で、最初はやっぱり背後を動く、取りに行く動きがあるからこそ、やはりこういう外の動きっていうところは使えると思います。まあ、そういった意味でも、まずやっぱ背後を取る意識、ここを持ってやっていってみましょう。じゃあもう一回お願いします。 オッケーもう一丁じゃあちょっと今もうボール出すところが分かるので自分がいいタイミングでた例えばこっちから向こう行ったタイミングでもいけると思ったら背後取れる自分のタイミングそちらもどっちが蹴るか分からないけどもいつでも蹴る準備をしながら駆け引きしてみましょう、はい行きましょう オッケーうん、ちょっとこう入りすぎだね。オッケー。だからこっちの今のはちょっと出し手のところのタイミングの中で先に中に入りすぎて少しこうスピードを持って入るだから動いてるときにオッケー。動いてるときどっちから持っても出るタイミング OK。オッケー こここのところで、最後のところでしっかりこうトップスピードに乗れるところっていうのはさっきの駆け引きタイミングっていうところで使ってると思うのであとはやっぱりこう後ろに下がっていくと背後のスペースっていうのはなくなるので少しこう揺さぶりながらいってみましょうもう一回いきましょう OK ーーグッといいですね 中を締めてディフェンダーがやっぱ中入ってくると今みたいに外っていうのはくねじゃあもう一回 OK うん OK です 今本当はこうセンターフォワードがおるともう少しディフェンスのところのねしっかりマークがあるともう少し背後のところっていうのが変化してくると思いますけど今、中に入ってやっぱ中通させたくないそうするとこういうところのスペースができるそこのスペースをうまく使っていく今、そういう判断をしてね中閉められているだから外からっていう判断をしたときできればでも一番いいのはボールを持ったその時に ゴールに向かっていくボールペナルティーエリアの中に入っていくという動きの意識というのはやっぱ常に持っていくというのは大事だと思います。わーナイイスップレー まあいろいろ中も外もいろいろ言ってください自分の思いのはいうん、まあ、ちょっと今のはやっぱこう相手を振り切るっていうところの部分でね出し手のところっていうのはなかなか見えてなかったちょっと連続してるけどもうちょっとだけ。 行きましょう、オッケーうん、あナイススボーナイスコントロール。<laughs> もうちょっとゆっくりで大丈夫よ <laughs> フィジカルトレーニングになっていくでも今、出すタイミングはやっぱこう相手ちょっとよく見てるしもういいタイミングでいってると思います うん。背後ね。ダイレクトでも行ってみようよ。さあ、ボール出した、受ける、そのタイミングで。ダイレクト。うん。そういうのもあるよね。 今のだったら、本当に普通に。いけるね。走れる。オッケー。もう一本。ちょっとダイレクト、ダイレクト、ダイレクト一回入れてみよう。うん。でも、タイミング、やっぱ。 蹴れるというタイミングはやっぱり素晴らしく良かったと思いますありがとうございました